ございます。今日はね、久々に、京都にやってきまして、京都でブラショということでね、ブラブラショッピング、ね、いやーもうね、最近コロナがひどくてね、全然ここなんや、キリーランド、もう大阪行ってないんで京都に来ました。キリーランドは撮影しても大丈夫かな。撮ってみよう。ここね、河原町キリーランドがありますね。キリーランドはあんまりソフビとかフィギュアないやろな。ちょっと見てみましょう。はい、ということでね、撮影禁止です。ね、早速撮影禁止でした。まあ買いましたけど、節約する言ってもう早速買っちゃいましたけどね。もうね、京都はね、どこも撮影禁止なんですよ。ね、だから場所をね、もう伝えるぐらいしかできない。そして来ました。その後オーパですね。オーパね、はい。じゃじゃん、じゃん、オーパのブックオフ8階、ね、もうここぐらいしかないからね、ソフビ。もう京都はもうここぐらいしかソフビない。もうここ行ったらおしまいですよ、もうブラショとか言い切ってもね。はい、ということで上がっていきたいと思います。はい、ということで、注目するものだけね、ゲットしたい、ゲットというか撮っていきたいと思います。ね、また撮影禁止と言われたあれなんで、超合金魂ゲッターバンド、これ安いです。でちなみにこの画面とのね、3回目なんです。なぜかというと、このちょっと上行ったところとちょっと横行った時にね、あのデビルマンのシレーヌがいて、ちょっとね、物が映っちゃうんで、映ってはいけないものが映っちゃうんでね、はい、ちょっと気をつけないと、マッパなんで、ね、はい。京都で唯一ソフビが売ってるのはここしかないんだよな。はい、この辺ね、ゴモラ安いな、安いな。こっちのゴモラも安いんだけど、状態罰って書いてあるの。いやでもこっちのゴモラ、これ何のゴモラやろ、これ350円か。はいはいはい、うわ、超合金アマゾン40,000円。はい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 、このウルトラセブンいいなぁ、500円か、買おうかな。はいはいはい、なるほど。これ何の5じゃろ、950円。なるほど、失礼します。いらっしゃいませ、はい、こんにちは。よし、買おう。50円か、だいぶ劣化しとんな、これ、だいぶ劣化しとんな、これ。はいはいはい、この辺に、なるほどね。110円か、ちょっと安いな、欲しいな。いやでも、あ、ウォーマシンじゃねえ、110円。ここに興味のないね、ドラゴンボールコーナー全然興味ないね。
あれ続きまして9の8番興味ないけどランチさん安いんか。査定が終了いたしましたのでカウンターまでお越しくださいませ。ランチさんってブルマは高いんだな。ランチさん安いな。864円か。まあ買わんけど。ブロリン864円。なるほどね。ドラゴンボールはね、もうサーマンさんとかよう集めといてろ。ゴジータ。お値段は？ああ、3137円。なるほどね。定価より安なってんやな。5000円やもんな、もともと。うん。わあ、手が痒い。手が痒い。ビッグイマンのアルバム。シールランダム入り。こっちもや。シールランダム4950円。ランダム気になる。昔こういうの好きやったな。はい、ということでね、移動します。まあ本当はね、結構長い間時間見てたんですけど、ほら、いつものパターンでね、あんまり長い間撮影してて、ね、後から言われるのがもう一番嫌だから、結構言われるんですよ。あんまりずっと撮ってるとね、すいません、そちらの動画ですけど、やっぱり YouTube はちょっとって言われるんですよね。で、さっきのお店は一応他のお客さんはね、映らなかったり、そういったことであれば、まあ YouTube でもみたいな、ちょっと渋々な感じだったんで、ね、ちょっとぐらいがいいみたいな感じだったんで、もうパッと撮ってね、パッと帰ってきました、ね、パッと撮ってね。ただ掘り出しもありましたね。掘り出しもあった。おそらく今日来たこのブラショで掘り出しもここだけだと思うわ。他の店ソフビとか全然ないですからね。本当にここだけソフビが唯一ね、俺好みのソフビが置いたの。まあ今からね、いろいろ回りますけど、おそらくですよ、おそらくどこもね撮影禁止です、ね、だからまあ京都にはこういったお店があるっていうのだけはね、紹介して終わるんじゃないかなっていう、ね、ということで次行きます。はい、今ね市場通りをちょっと北上してんのかな、これ。まあ方向音痴なんでね、あんまり分かってないですけど一応ここまっすぐ行ったら確か寺町通りがあるんですよ。で、寺町通りの奥の方に行ったらね、駿河屋があるんですよ。駿河屋ね、撮影ダメかもしれないですけど、まあ多分ダメかな、ね、まあ行きたいと思います、ね、ほら見て、人あつらん、ね、人が全くつらんように足元だけ撮ってるでしょ。足元だけね。いやー、でもね、これ寺町通りほんまにあんまり好きじゃないんですわ。いや、通りが好きじゃないっていうのもあれですけど、なんもないんです。寺町通りはオタストリートとかいうわけじゃないんでね。奥の方に駿河屋1店舗と信長書店みたいなとこあったかな、確かね。信長書店って言っても、まあ、基本的に信長書店ってそういうね、あっち系の大人の本とかビデオばっかりだと思いますけど、1階にね、若干フィギュアとか置いてるんですよ。一番くじとフィギュアね。まあそこのフィギュアもね、まあ腕残りのいい意味ではなく、悪い意味で古いもんばっかりあるんですよね。ただ時々掘り出しもあるから、時々ね。
5年に1回とか掘り出しもあるから、まあ知らないよ、5年もオープンしてへんかもしれない。久々なんでね、わ限定ランチ食べたいな。限定ランチか、お腹減ってきたな、そろそろね。いや、なぜねこれ歩いてるところを撮っているかというと、ほとんどのお店が撮影禁止だと思うから、こういうところで尺を取らないとね。患者電子、はい、患者電車です。感染防止のために。ああ、なるほどね。ああ、なんかいますね。誰でしょうね、これは。お偉いさんかな、誰か全然わかんないね。行きましょうね。あれ、スサノオの御事？あ、そうか、これ八坂神社の、はい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 、そういうことね。なるほどね、あんまり分かってないけど。はい、ということで寺町通りです。寺町通りはね、本当にあんま好きじゃないね。寺町通り、寺町通りは本当に何もないのもあるけど、トイレがないんだよ。寺町通り本当はトイレがないんだよ、本当に。トイレがないし、駿河屋がね奥の方にあってね、そこ行くまでがもう結構な距離なんですわ。で、行く途中なんもないしね、何にもないの。ここにもあったんやけどな、昔。お店なくなってますね。やっぱりもう半年くらい来てないと、いろいろなくなってるな。まあ、半年半年で、毎回半年で、あ、こんなところにホテルあったっけ？あれ？こんなところにホテルなかったっけ？ちょっと待って、ここにホテルあるってことは、なんかここ昔神社みたいなのあったような気がするんだけど。ほらほら、あの萌え萌えの神社、なんか萌え萌えのお守りとか売ってたところ、あそこ違った？気のせいだ。あ、ちゃうわ、ここやった。ここや、違ったわ、一個ずれてたわね。毎回撮っときます、ね、毎回撮ってるんじゃないかって思われるとね、新商品増えてるかもしれないかな。ほら、萌えキャラを前面に押している。でも何の神様かさっぱりわからない。縁結び、何の神様なんでしょうね。おみくじのガチャですね。そして、はい、え、みこグッズ増えてないな。あ、でもこの辺増えてるか。あ、なんとなく増えてるか。はい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 、はい、なるほどね。はい、まあ、興味ないと思うんで次行きます。動画 OK でした。見て、ニーヤのくじ、地元では全く売ってないと思ってたのに売ってた。
でも B 賞がないB 賞もない。あれ 2B のフィギュア欲しかったな。これ地元で全然売ってなかったんだよな。これラストワンはあるんですけどもちろん。いやーそうか。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12回か。12回ラストワンか。厳しいな。ここね、一番くじはね、古いのまたしても、ね、結構種類はまだあるんですよ。ほら結構古いのもあるからね。これもなるほどね。ガンプラあるかな、珍しいのあるかな。あーでもあるそうだったよな。ガンダム UC。 なるほど、なるほどね。これは珍しいかな。スーパーロボット対戦コトブキヤ。なるほどね。ドラゴンボールばっかでしょ。ドラゴンボールばっかなんすわ。あー面白くね。おらなんてさん2200円するでしょ。さっきのちょっと安かった。880円。さっきのって安かったんだ。まあドラゴンボール興味ないけど。まあまあまあ、ワンピース、ワンピースです。ワンピース特に興味ないんだな。そしてここが魔のコーナー。古いものやら新しいものやらなんかごちゃごちゃに合うという。懐かしいな。放課後プレイ反射しとるわ。お値段そこそこする。あ見て見て、俺の好きなシドだ。飛沫感染予防への対策を実施しております。また、感染拡大防止についての店内放送を行っております。皆様のご理解をお願いします。本日も信長書店にご来店いただき、誠にありがとうございます。ごゆっくりお買い物をお楽しみください。まあ、ざっとこんな感じですかな。トゥーハート。あぶね、なんか変な音ってんやろ。なるほどね。これはさすあ、これはさすがに安いな。800円。スポーンはもう全部800円ですね。スポーン懐かしいな。あデビルマンや。あぶね、若干マッパや。1000円か。1000円か。魔のコーナーに来たな。春日セイントクロスやん。セイントセイヤ。でも復刻版だよな、そら。それね、セイントセイヤのね、ゴールドクロスでね、誰が一番好きだと思います？正解は、アルデバランでした。アルデバランって言ってたわ。これアルデバラン違った。この牛のやつ。名前も忘れたな。名前書いてない。セイントタウラス。
アルデバナンや、合ってるやん。これね、ゴールドセントで一番初めて出てきて、あ、これゴールドセントはこういう強さかと思って、やべえなと思った記憶はありますわ。いくらすんのやろ、1000円普通やな、これ復刻版なんだよね。あー懐かしい、5800円。これさ、家にあってさ、もうね邪魔でさ、もうねヤフオクとかで出したのなかなか売れへんかった。これね、英雄列伝空が高いんやろな。あ、でも大きさの割にそんな高くないな。15,800円。なるほど。おと、つまずいた。え？見ていただいた通りですわ。まあ、ノーコメントです。ね、ノーコメントです。まあ節約できましたね。何も買ってないです。いやいやいや、もう皆まで言わなくても、もう分かります。もう皆まで言わなくても、そういうことですね。そうなんだよな、そりゃダメですわ。高いんだよな基本的に。やっぱり半年前と変わってへん。半年前と変わってないよ、もうマジで。まあ半年前じゃないかもしれないけど、いやもうこの前行った時と変わってない、何も変わってない。商品のね配置やら値段やら、いやもう数ヶ月間あれそのまんまの値段で、あの古いのそのまんまってダメですよ。やる気が感じられん本当に。まあでも一番こちらはね、古いのから新しいのからいっぱい残ってていいんですけど、まあ撮影させてもらってね、これ見られたら怒られるかもしれんけど、あれ俺がショップの店員やったら、あれもう絶対大幅に買えるわ、ね、大幅に。あ、ここや、ここ、ここね、いつも売り切れてる、売り切れてるんじゃないわ、混んで売ったところのつけそばだ。はいはいはい、なるほどね、なるほど。夏場限定の冷たいつけ麺がなかったな。冷たいつけ麺の時はめちゃくちゃ並んでたのに。まあでもコロナの影響かもしれないですね。コロナ、前回行った時はそんなコロナ言うてなかったもんな。そしてようやくですよ、ようやくたどり着きました。はい、じゃーん、駿河屋ね、駿河屋でーす。ファミコンとかの福袋だけ置いてある。撮影オッケーやって。まあでも一回はね、ゲームばっかりっす。ゲームはね、そんなに昔の、あ、これ持ってた。ドキドキ魔女、何？魔女審判2限定版。俺持ってたわ、これ。8200円するまだ。これはね、任天堂が唯一許したエロゲーですからね。46億年物語とかないかな？スーファミの。高いんやろうな、でもな。46億年物語面白いんやけど。ゴジラ、なるほどね。そうなんだよ、人気のあるですね、スーパーファミコンとかやっぱり高いんだよね。いやもう分かってましたけどね、いっぱいあるわ。あ、牛音トラ、これもやったかな。
珍しい、ソフビアビリケンさんあああ言ってなるほどね。お、300円。こういうところに掘り出しもないかな。ないな。まあ鬼滅の刃の小物ですな。駿河屋って感じ。駿河屋ですよって感じです。これね、ベタつきって書いてあるんだよな。2500円か。プラセブンが4300円。あ、ちょっといいなと思ったら1900円か。いいなと思ったら割とやっぱりねトレーフィングでもしますな。なるほどね。400円。でも持ってたかもしれんな。持ってたかな。ちょっと欲しいけど持ってたかな。スーパーサイヤ人5400円か。この辺はそんな上がってないね。1900円と本体に汚れあり。ドラゴンボールね。3000円か。ああ、オーダーベジータ。ラストワン12600円。まあ普通。プラチオン欲しいな。10000円か。
なし。特になし。お？なんだろうな。なんかね、商品がね、動いてない感じがしますね。置いてあるもんもそうですし、値段もね、動いてない。動いてない。ここなんやろな。古本屋やった。ないわ。ないな。やっぱりない。動いてないんだ、商品が。流通が動いてないと思う。商品もちょっとかびってるしね。どうもあかんな。動いてる感じがしないわ。ないな。どうもダメだな。やっぱり京都はダメだ。京都のフィギュアショップはもうあんまりない。商品が動いてないわ。場所が悪いっていうのもあるんですよ。場所が悪いっていうのもね、寺町通りの奥の方ですから、あんまり人来ないですからね。ここあんまり人来ないから商品が動いてないんだよな。だから値段もそんなに安くないしね、品揃えも良くない。確かにいいものはあるけど、いいものはもう本当に予想より高い。もうねえなあ。あとフィギュアショップ言うたらもう羅針盤くらいしかないっすよ、多分。羅針盤くらいしかない。京極通り行きますか。京極通りにね。まあ、京都のね、小田ロードといえばやっぱりこの通りにはなるんですけど、羅針盤とかアニメイトとかゲーマーズ、あとメロンボックスとかも昔あったんかな。ただね、俺が望むものはあんまりないんですよね。望むものはね、豆芝これちょっと興味ある。ね、はい。ここはね、しょっちゅうお店が変わってるイメージですね。この中にお店ないかな。あー、フィギュアはないだろうな。幽霊屋敷だ、昔。あ、これ京都東レコの森は美しい氷河原で有名なベンガルキャットのみを育てた世界のベンガルキャット専門のレコカフェです。でもね、この通り、新京極通りと、この寺町京極あるんですけど、この新京極の方には、確か、ビレッジヴァンガードがあるんだわ。そうそう、思い出した。ビレッジヴァンガードの VAG を買いに来るときは、ここ来てましたわ。ちょっと見てきます。それ以外は特にないんですよね、新京極の、新京極通りはね。俺好みの店は。興味のなさげな、興味のなさげなお店が並んでおります。全然オタショップっていうかオタロードじゃないんだよな。京都で全然ないの。あるわ、やっぱり。俺これ持ってへんかったな。これとマジンが持ってない。これだけちょっと買っていこう。はい、ここはね、いいです。特に何もないです。何もないです。
あそこはね、もう特に興味あるもんないんで。いやでもビデオ版は来てよかった。ガチャいいのありましたね。よしよしよし、目的は達成していくね。そろそろお腹減ってきたな。まあまあまあ、あとは羅針盤ぐらいか。フィギュアが普通に売ってるところはね、もう羅針盤ぐらいですよ。へえ、お腹減った。サイメで行きました。茶そばとね、お豆腐とご飯は食べ放題ということで、いただきます。もう満足した。いやーもう腹いっぱいですわ。何分ね、もう本当にもう最近ね、あっさりしたもんないと本当にね食べれないんでね。糖尿病予備軍なんでね、あっさりしたもんないと。そして来ましたよ、本日最後の、いや最後じゃないかな、他にもフィギュアショップあったかな、多分ここは最後だと思うんですけど。はい、来ました。じゃんじゃんじゃん、羅針盤。あ、そうか、今もうメロンボックスとか全部一緒くたになってんやな、羅針盤と。はい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 、なるほどね。ガンダムとかあんまりね、興味はない。あ、ガンダム興味ないって言ってたけど、これちょっと興味あるな。こちら、サイコガンダム。サイコガンダムだよな、これ。いや、やっぱり結構するな、この小さいサイズ30。やっぱりね、そうなんです。これちょっと欲しいね。20枚のね、これはもうずっと置いてある。ちょっと、コブラ40周年記念40歳ポストカード7000円が2200円。ほっはー、これはちょっと興味あるな。うわ、見て、200セット限定コブラ40周年記念40周年ピンセット5万円が16500円。うわー、これはちょっと欲しいな。これは欲しいな。ナディアの、あー、これ欲しいな。まあやっぱりそれなりの値段はしますな。ナディアのサミニバージョンじゃねえか。33,000円か。これはいいね。これ見て、女神転生のあったな、俺でもこれ持ってたな、これロッとか1320円、空風鈴もあったと。ガブリエルはなかったな、バロンもなかった。あ、リリス、あ、リリスやっぱりとことこ、リリスなかったような気がする。ラクシュミパールバティじゃないの、パールバティやん。パールバティ880円か。わあ、シバ、パーケストン。あ、ナミアだ。あ、今見ると欲しくなるな。あ、ほらほら見て。大人気商品、アリスですよ。アリスですよ。これアリスはなかったな。メアリーくらいはあったような気がする。これね、昔のトレーニングフィギュアクオリティ高かったわ。家に何個かあるんですよ。これは本当集めたくなる。この辺のフェアリーテールもいいね、欲しいね。まあでもね、これさっきからね、いいなと思うやつだけ取ってるけど、あ、フェアリーテールのエルザスカーレット。
これね、BGM 流れとるでしょ。てかこれ、多分俺が喋ってんの、カットだな、これ。これ、絶対ダメだわ。ずっと喋り続けてたら大丈夫かな。音声がね、入るとね、これ著作権でアウトなんだよ。著作権で。多分あかんな。俺の声より曲がかってると思う。これは、頑張って喋ってるけど、あかんな、これ。音声、オールカットですよ、多分。遊戯王。遊戯王のソフィちゃうわ、フィギュアも揃えてますな、結構。ほら、遊戯王揃えてるわ。ブラックマジシャンカード欲しいな。8800円。うん。1650円。1320円。こう考えるとやっぱりブックオフで安かったんだな。状態がいいか悪いかは別にして。ブックオフはね、商品が結構雑やけど、安いのは安いんだな。雑ですよね、扱いが。ブックオフは状態とかは結構雑ですけど、なるほどね。解読セール商品ガードがまた値段下がっていったな。4400円。流通限定品8250円。またガロブームも終わりを終わっていたな。ガロはね、パチスロとかでね、流行ってた時はね、また値上がりしたんですわ。値上がりしたの。めちゃくちゃ安かったところからね。ところが、また、パチスロがね、不調になると安くなる。はい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 、なるほどね。うわ、箱板2200円。安いな。ウェーブのルビー初めて見たな。9900円。まあそれなりにしますわな。それなりにしますわ。うわあ、揃えたくなるな、これ。あれ、9900円か。これも揃ってるな。7700円。いやー、やっぱりそれなりにするな。それなりにするな。ラブライブ関連は割と揃ってるね。うん、アイドルマスター。あ、俺の好きなアンズゼロないか。箱上面インク汚れあり、7700円。あー、これね。でも顔パーツついてるな。パーツ付きで7700円か。割といいな。なるほどね。まあまあ割と美少女系は揃っとるな。コミもそこそこある。お、あー、これ俺初めて見た。これちょっと欲しかったな、これ。13200円、定価やの、普通やの。ポイズンアイテム、これも欲しかったな。イットの、ちょっと待って、これもいいんだよな。15400円。ああ、いいね、やっぱり。ベノムのね、このシリーズ、一時ね、品薄で値段高かったんですけど、今もう定価ぐらいになってるな。おすすめです。
あやっぱりそれなりのお値段ですな。スペディアルドラゴンか、おすすめ2750円、これかっこいいんだよな、逆やこれかっこいいんだ、ほらこれかっこいいんだよな。ガンプラは結構ありますな。マシャガンダム、俺の持ってる何個になってんの、家にあるやつだな、1000円くらいかな、安っ。アズデンも結構揃ってますね。やっぱりカンコリアアズデンは結構揃ってる。お値段は普通。ちょっとずつ。うん。ちょっとずつ。ロリコンゴヨタシの猫パラじゃないか。これは。あまあやっぱり猫パラは人気ありますな。あこれデラックスバージョン22,000円。あ猫パラやばいわ、猫パラやばいわ。でもね俺がねもっとね気になるのはこれ、はい、ダークソウルの見てこんな黒い上に裸の女性が乗っかってるというね。でもこれは10,000円でちょっと安いかなと思ったんですけど、これガレージヒットじゃない。あやっぱりそうだわ、ミッド層組み立てフィギュアね、そりゃそうだろうな、こんなクオリティで10,000円なんてわけがないね。ブラックラグーンか、ロベルタ、なるほどね、あ、そうでしょうね。レビー、これあんまりレビーっぽくないんだよな。レビーっぽくない、ね、あ、猫娘もだんだん値段下がっていったな。あ、安くなったな、ついに1,000円切ったか。今が買い時か、これ。いや、これね、前からずっとね、プライズだけど猫娘は欲しいなと思ってたんだよ。でも2,000〜3,000円したんだよね。これ多分探したら3,000円くらいするんじゃないかな、これ。880円。いやー結構長い時間いましたね。うん、やっぱりまあ京都ではね品揃えはかなりいい方です。値段はね、まあ、そこそこしましたけど、いやでもかなりいろいろありましたね。欲しいものはいっぱいありました。欲しいものはね、まあなんとかね節約しましたけどね。はい、ということであともうちょっとパラパラっと見て帰ろうかな。もうあんまりないと思うんですよね。メロンボックスは何もないな。ああ
フィギュアとか何もないわ。まあ分かってたけど、もうチチクジクじゃしかなかった。チチクジクらいしか。あとね、フィギュアショップな、多分ないわ。あとショーケースみたいなところが一軒ありましたわ。ショーケースみたいな。大阪にはめちゃくちゃあるんですけど、1ヶ月いくらで借りて、ね、シシカバブってるおっちゃんがいました。いや疲れましたね。ということで、あとはもうたこ焼くしをちょこっと覗いて、ないな、帰ろうかな。ガメラのガチャ探してるんですけど、ないんですよね。ガメラのガチャがね、ここも怪しいガチャいっぱい、ね、最強装備、最終兵器、アダルトガチャ、ね、R18 って書いたから、もうこれ R18 なんです。日本の古典、これね、絶対こういうの入ってないの。ものすごいちっこいのしか入ってないんですわ。こんな小判とか絶対入ってない。絶対ね、ここなんかこんなちっこい、ちっこいやつ、こういう、こういうちっこいやつ、ちっこいやつ、こんなん出たことないもん、こんなでかいの。こんなん絶対入ってへんわ。ちっこいちっこいの世界の古典、ほらね、こんなんでしょ。はい、ということで、ここはたこ焼き通りね。あれ潰れてる、カードショップ潰れてる。え、ドラゴンスター地域最大級、12月4日まだまだやん。え、あ、全然遠いやん。あ、そう、12月4日って相当前やな。あー、やっぱりしばらく来おへん間に潰れてるんだ。なるほど。あ、ここ空いてるわ、レンタルショーケース。でもね、ここね、多分ね、撮影禁止なんですよね。パッと見てきます。1時間くらい滞在したような気がする。1時間くらい滞在した気がしますね。あそこで買っちゃった。今日節約するつもりやったのに、いっぱい買っちゃいましたね。まあ、この動画終わってね、帰ってからまた紹介していきたいと思いますね、買ってきたものね。あとはね、そんなないっすね。ここまっすぐ歩いていったら、ここにね、イエローサマリンね、はい、イエローサマリンがあります。だから今たこ焼き串のね、ドラゴンなんちゃらが潰れちゃってるから、まあ移転してるから、あるのはイエローサマリンだけか。たこ焼き串全然見せないな、もう。だからイエローサブマリンとさっきのショーケースの店、そして分かりにくいんですよ、こっち側にもね、カードショップね、曲がっていくとアメニティドリーム、ね、分かりにくいですけどね。はい、ここあります。はい、ということでね、はい、もうこれで終わりです。もう疲れましたね。まあ、カードショップとか行ってもね、特に買うもんないんで、もう一通り見ましたから、もう帰りましょう。ね。もうだいぶ遅いんでね、朝何時に出た俺。もう、かれこれ、5時間くらい経ってるんじゃないかな。はい、ということで、現場からは以上です。それでは、お疲れ様でした。
はい、ということでね、帰ってまいりました。ね。いやー、どれくらい撮ったの動画に出せるかな。もう結構ね、お店で撮ってたんですけど、ね、撮ってる最中ですよ。もうだいぶね、30分とかね、もう撮った後にね、やっぱりちょっと YouTuber っていうところが何件かありまして、どれくらいカットされてんのか、ね。もう、時間で言ったらもう、長いのか短いのか全然わかんない状態ですけど、ね。もうこのまま、買ってきたもの紹介動画まで行きます、これね。まだやんのって思ってるかもしれないし、ね。もしかしたらもう、全然ね、外ロケっていうか、外で撮ってきたの短いかもしれない。細切れになってるんで、ここはカット、ここは使っていいみたいなのがあるから、合計何分くらいになってるのか、わかんないんですよ。20、30分かもしれないし、下手したら40分とかなってるかもしれない。ね。またもう、また10分くらいで終わってるかもしれないけどね。わかんないですよ。編集してないから、帰ってきてすぐね、次のパート、買ってきたものを紹介するぞっていうパートに来てるんで、ね。ということでね、ババンと行きますよ。今回節約のね、節約をしながら、ね、ブラショということで。結局何本くらいお金使ったのかな。食事代とかそういったのは抜いて、買ってきた、今日でも節約できてますよ。7000円ちょっとくらいしか使ってないんじゃない ?7000 円か8000円くらいしか使ってない。まあ、節約できて、まあできてるでしょ ?1 日かかってるからね。ということでね、まず一つずつ紹介していきたいと思います。まず一つ目、こちらね。はい、ドーン。買いました。ね。キディランドで売ってたね。ドラゴンクエスト、クリスタルモンスターズダイヤカットバージョン、550円。クリスタルモンスターズシリーズは今までずーっと出てたんですけど、ダイヤカットバージョンって見たことなかったんで、ね。ラインナップはこんな感じです。スライムと、ね。これ。でかいのが欲しいわ。キングスライムとか欲しい。ね。だから持ったら今度は絶対わかるやんと思って。ね。重たいのがそれやろと思ったんですけど、どれも同じ重たさなんですよね。まあでもこれ、大きいんじゃないかなということで開けます。いやいや、こんな同じ値段でした。それは絶対でかいやつの方がいいわ。キングの方がいいわ、キング。キング的なスライムがいいですわ。当たるかなぁ。ちょっと待ってよ。ちょっと待ってください。もうセロハンテープ、ベッター塗っとるんだよ、これ。塗ってる?ベッター貼っとるんだ。もうね、眠たいっす。朝早くから起きてね、行ったんでね。朝早くに行って帰って行ってすぐ撮影でしょ?もう眠とうて眠とうて。眠とうて。行くよ、頼むよ、キング。キングなん来い。キングなん来いと。うっしゃ、キング。でも緑やな。いやいや、まあまあ緑でもいいんですけど。スライムベホマズンですね。いや、キングが良かった。青かった方がな。青いのが良かった。はーい。いや、でも、わあ、キラキラだ。おお、ボリュームあるね。これ、カットされてるわ。ボリュームカットです。ね。ただ一つだけ気になるのが、この底がね、なんか欠けてるんじゃないこれ。こういうもん。なんか、底が、ほら。まあ、いいか。底やから。見えへんもんね。いやー、でもこれキラキラだな。キラキラですやん。これは、ね、今までクリスタルモンスターズシリーズ結構買ってましたけど、これ初ですわ。うわー、これはいいよ。これはいい。ね。またテーブルの下にどんどん物が増えてきました。はい。ということで次行きまーす。次はビレッジヴァンガードで VAG シリーズね、買ってきてたでしょ。ね。それで順番にね、紹介したいと思います。今回の VAG はね、もうね、ほんと最近ね、外、ちょっとコロナで出てなかったから、欲しいのとか買えてないんですよ。ね。これ、俺買ったのが、この、ね。アイシー。アイシー?サンディ。サンディですね。サンディとゼロディボーンと、真ん中のはなかったわ。カエのソフビなかった。あと、この、何?うわ、もう。名前忘れたな。これね。これは売ってました。ボケてる。マジンガー Z バージョンのモーリス。モーリス。ね。
はい、ということで。まず一つ目ね。はい、どーん。いいねー。これはいいよ。一番いいカラー。一番いいカラーですよ。一番ほら、メロンソーダの。これいいね。この色。よー、いいよ、いいよ。ありがとうございます。で、次が、次がね、ゼロリボーン。ゼロリボーンは、ドーン。いいね、黒。あ、でもちょっと待って、色が、塗装が、ちょっと待って。あ、でもこういうもんか。若干塗装はあれやな。いや、ここね。わかるかな。目の下に白いのがあると思ったり、これこういうもんですね。これこういうもんですわ。これ見たら。なんかちょっとずつついとるもん。そういうもんなんですな。尻尾が動くっていうのがいいね。尻尾が動く。ね、袋に入った状態で指定しますが。ね、黒。いいよ。黒はいいよ。黒はいい。ね。蓄光とかあったんかな？ないでしょ。で、次、モーリスね。モーリスだけ2個買ったんだよ。モーリスだけ。で、モーリスで俺が欲しかったのは、この、わかる？一番右のアシュラ将軍が欲しい。顔が半分半分で色が違うの。いや、ちょっと待って、アシュラ将軍だったっけ？アシュラ男爵でしたっけ？もう、あれ、マジンガー Z の顔半分半分なんて、アッシュラ、将軍か男爵かどっちか忘れたな。まあまあ、二つ買ったんでね。はい、まず一つ目が、ドーン。ね。これは何やろな。これは、マジンガー Z を何を表してるの？わからん。これなんやろなぁ。ピンとこない。もう年やからね、ピンとこないっすわ。まあいいわ。はい。そして二つ目、ドーン。アシュラ。男爵。男爵。アシュラ男爵。顔半分半分ちゃうでしょうよ。アシュラ将軍かな。アシュラマンではないことは間違いないんですよね。どっちかなんすわ。アシュラ将軍か、アシュラ男爵か。アシュラマンだったら筋肉マンになっちゃうから、まず違うと思うんだけど、もう最近さ、本当にもういろんなキャラの名前とか、もうちょこちょこ忘れるからね。本当に。もう年だから。ね。はい。ということで、次行きまーす。次行ったのが、次どこ行きましたっけ？いや、次行ったのはあそこや。ブックオフ。もう順番とか覚えてないよ。ブックオフですわ。ブックオフで、買ってきたのが、まず一つ目、じゃーん。110円で、ウォーマシーン。ね、組み立てましょう。もうこれは組み立てましょう。100円なんで。ね、開けます。いや、さすがに。さすがに開封しない派ですけど、これは開けますよ。もしかしたらパーツ足りないかもしれないからね。ね。ワンチャン。あるからね、そういうこと。これ、こんなところになんかついてきて、ウォーマシンってこんな背中にこんなついてました？こんなところ合ってるのかな？ちょっと待って。何しろ、中古で買ってるから、その、ブックがついてないで、ブックっていうかその説明のね、あれが。だから、わかんないんですよ。完成形がどういったものか。ね？わかんない。まあ、足はまあ間違いないわ。この角度でしょう。そして、あれ？手がつかんの？あ、手はこの角度ですな。問題はこれだよ。これ。
か取れてんじゃない？怪しいなこれ。白いもん、白いもん、ここ俺取るんじゃないの？これ、俺取るんちゃうんですか？どこにどうつけたらいいのかさっぱりわからん、さっぱりわからん。これがと、ここの背中のがさっぱりわからん。はっはー、ここだなー、これ。これね、ちょっと待って。ここちょっとなんか白くなってる。俺とんなさては。はっはー。こうだったんだな、本来。これがこうなってたんだろう、多分。俺とるやん。もうこれだからね、ブックオフは。これだから100円とはいえ、いやもうそうなったらですよ、もうここ折れてるんだったら、もう中途半端にこれつけたらね、かっこ悪いから。え、あ、でもつくな、ここの。こいつもね、ガトリングもなんか変な、これ、こんな、え、こんな角度、こんな角度で合ってるかな。どう考えても真横だもんな。わからん。しっこ。取っとくわ。もうこれ取っとく。かっこ悪い。変な方向向いてるから、かっこ悪い。もうこの状態の方がもう帰ってええわ。帰って。なんもない方が。なんもない方がいいわ。もうこれでいいわ。これは失敗したな。これは失敗した。100円とはいえ。100円とはいえね。腕もプラ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 するし。はい、これ失敗。100円とはいえ。ね、これだから。いや、でも他のはまだいいですよ。ね、100円だったか、今のは。次が、ウルトラセブンス。じゃーん、古っ。これは古いセブンですね、500円。まあこれはね、まあ手もまだちゃんと動くし、腰も動くし、ネバネバ、あんまりネバネバしてない。あんまりって言ったところはミソですけど、あんまりネバネバしてない。まあただ一つ言うならば、ね、これ目塗っとんな、これ。え、これ塗ってない？マジックとかで塗ってない？いや、こういうもんかな。いや、なんか子供がマジックで目を塗りました的な。まあまあいいっす。まあまあいいです。あんまり見かけてないんで、見かけてないセブンなんで、まあいいでしょう。ただこの手もね、なんか持っとったな、これ。持っとったな、これ、間違いなく。この手の形、持ってたでしょ。武器持っとったな。いや、でも、ウルトラセブンがアイスラッガー以外に持つ武器なんてあるかな？気になる。ちょっと気になるわ。ちょっと待って。調べるわ。申し訳ない。ちょっと調べるわ。ねえ。こいつ長々がやりやがんなと思ってるかもしれないけど、ちょっと調べるわ、これは。これはもう気になってしゃあない。まあでも500円だからな。SD ウルトラセブン、ウルトラセブンやな。ウルトラマンセブンか。いや、ウルトラセブンや。SD ウルトラセブンソフビ。これで出るでしょ。出るかな ?SD ウルだったらまず。出るかな微妙なところやで。あった！出てきた！楽天市場、中古ウルトラマンセブン。
いやでも武器持ってへんな。これや、間違いない、これ。ね、500円で買いました。お値段が、7812円。嘘でしょ？ぼったくりすぎやろ。これ目や、問題の目。塗ってるみたいな目やしな、これ。でもこれも塗ってるみたいな目やな、これ。いやいや、これ塗ってるような目ですわ。7812円。楽天市場で。まあ、確かに見たことないなとは思ってはいましたよ。あんまり見たことないウルトラ7やなとは思ってたけど。いやでも楽天市場しかないなぁ。そんな高い？掘り出しもんやな、これ。じゃあ、ここで見てみろ。いや、でも500円は確かに安かった気がするわ。うん、ないわ。ない。だって聖地式名称がわからんもん。うわあ、こんなあったのか。あー、くそー。これ2体セット。ね。220円。ああ。終了しては220円か。これゲットしたらよかったな。これゲットしたらよかった。まあでも送料とか入れたらまあね、500円とかいくでしょうけど。謎やな、これ。楽天市場高すぎ問題でしょ、これ。まあいいわ。500円だから。なんか得したような気がする。ね。得した気がする。500円は十分これも掘り出し物ですよ。楽天市場で買ったら7000円ちょっとだからね。わからんけど。ね。だからこういうことなんだよ。ね。こういうことなの。ね、ソフビとか集めててね、いろいろ集めてるけど、知識がね、もうね、全然追いつかないんだよね。本当に、いろんなソフビで、ね、俺買ってるけど、ね、追っつかない。これが価値があるものかないのかっていうのはね、知らんソフビいっぱいあるもん。本当に。ね、美少女フィギュアとかだったらさ、コトブキアとかさ、アルターとかさ、ね、そういうもうメーカーでそんな数出てないから、ね、もう見たらわかるんですよ、大体。あ、これこんなもんやな、っていうの。ところがね、こういったね、昔のソフビとかね、本当に、それだけが好きな人だったらわかるかもしれないけど、わからへんね、シャオミの話。ね。で、これもね、わかんないよ、これ。あ、ちょっと俺、値札取ろう。値札。あ、もう値札取るのがない。もう、こういうの気になるんだよな。まあ、後で取ります。じゃーん、ゴモラ350円、安い。これはバンダイの1988年のゴモラですね。まあこれは安いわ。ちょっと形変形してるけどね、変形してるよ、確かに。でも350円は安いわ。手もちゃんと動くしね、足もちゃんと動くね、尻尾は、まあ、若干動くね。尻尾も動くわ。ね。で、カラー、塗装に関してはまだ。で、変形してるけど立つからね、これ。まだ。350円は安いわ。350円は安い。変形してるけど。どこが変形してるかというと、体のここがちょっと凹んでるでしょ。ここが。ここが凹んでるの。わからんかな。だからまあまあでもキュッ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 ってやったらいけます。350円は安い気がする。このゴモラ何のゴモラかわからんけど。でこっちのゴモラですよ。これちょっと高いゴモラなんですけど、ちょっと高いゴモラなんですけど、これね、いいゴモラだったと思いますよ。本当に本当に
これいいゴモラですよ。じゃーん。はい。これね、確かに塗装はね、もうこの辺とか欠けてますよ、口の部分とか。でもね、目がやっぱりね、きっちりしてるわ。あとここ、あ、ここね、ここ、ここ大事。ゴモラの大事なこの模様と目さえしっかりしてたらいいんですよね。俺昔のね、ソフビとかでもね、やっぱり色はげてるのは分かってますよ。でもやっぱりね、俺ソフビって目が命だと思うんですよ。目はもうしっかりギラついてるからね。目は本当にね、足もしっかりしてるわ。足も動くし手も動く、足も動くし手もブラブラじゃない。そして首も、ほら首大事ね。そして尻尾も動きます。状態はね、そんなに悪くないんですよ。この前歯っていうかね、ここの部分がちょっとね、もう欠けちゃってるけど、もうこれはしゃあないね。これね、いいゴモラだと思うんですよね。2005年バンダイ、ちょっと調べてみよう。この赤のゴモラ結構高かったような気がするんだよな。いや、わからんよ。ゴモラのソフビで調べてみよう。いや、なんとなくしか分かってないの。ね。なんか結構高かった気がするなぁと思って。あ、そうか、年代見たらいいんや。そうだね。分かんなくてもこれ2005年って書いてないから、これ2005って売ったらもう出てくるね。なるほど。ゴモラソフビ2005。赤いのないな。あれ？赤くないぞ。普通の色のはあん、あー、これだ。ほら、これだ。間違いない。ね、でもこれ足とか見て、なんかちょっと変形してそうな感じでしょ？ね？これ、中古、オークションで、そんなに高くないな。1000円くらいか。でも、激レアっても書いてあるのもねえな。激レア？ゴモラ4、レイオニックバーストバージョン。まあ、これいくらで買ったかというと、これね、1550円です。1550円です。普通かな？普通かな？いや、でもこれ俺持ってへんかったからな。メルカリやったらいくらすんやろ。メルカリ1590円。普通でした。普通でした。普通。でもね、1590円でメルカリで売ってるけど、ね、足の裏にね、名前が書いてあるんだよな。名前が書いてあるんだよ。買った人の名前かな。だから足の裏に名前が書いてあって1590円だから、ね。まあ、いいでしょう。いいでしょう。いやいやいや、本当に。いやいやいや、もう、お得な、適度な値段だと思いますよ。これはもう別に俺、満足ですね。これは満足です。ね。これは結構、満足です。そして次行きまーす。いや、節約する言うてさ。そして、羅針盤で結局買っちゃってます。ね。はい、どーん。猫娘。ね。これね。いや、多分買ってないと思うんだよ。俺がボケてなかったら、もしかしたら昔買ったか。いや、買ってない。なぜなら、猫娘のね、この UFO キャッチャーなんですけど、これちょっと高かったんですわ。当時。2、3000円したの。でも880円だからね。いや、安くなってる。安くなって、これ剥がしてみようか。昔の値段なんぼだったか。
880円なんてことなかったもん。ほんと2、3000円したよ昔。ほら、おすすめ品の段階で1320円だもん。で、このもっと前のやつは3000円くらいしたんだよ、2、3000円をね、だからこれはもう十分満足ですね、未開封ですからね。そしてこっからですわ。あ、もうこれはもう動画内で撮ってた、あの古戦ね、古戦ガチャね、もうこれがさ、もう古戦ガチャは本当にやめといた方がいいわね。もう1円以下の価値ですもうそしてこっからですよ。あのショーケースの店あったでしょ、ショーケースの店ね、撮影不可じゃないわ、撮影してたっけ、いや撮影不可でした最後のところね。あれね、ああいうところってさ、俺相馬さんのね動画でも言ってましたけど、ああいうショーケースのねトレーディングフィギュアってね買っちゃうんだよね。昔のやつね、レトロな感じのやつが割とね安いんす、安くはないわ、割とまあ適度な値段で売ってまして、気がついたらさ2000円くらい使ってんだよ、こまごまとしたもん買って2000円くらい使ったわね。ということで紹介していきたいと思います。飽きてきました、飽きてきたでしょ、賞味の話ね、でもやります、ね、でもやります、せっかく買ってきたんだからね、それはもう紹介します。はい、ちょっと待ってね、まず一つ目、じゃーん、ゴモラでーす。これ100円ですからね。で、何が素晴らしいかというとね、これ若干手が動く、若干首動かないんだよな、首が、まあちょっと動くんですけど怖い怖い怖い、ちょっと動くんですけど古いもんでね、なんかカッチリしてるから怖い、なんかポロっていきそう、いきそう、なんか尻尾とかもあるんですけど、なんかこの辺とかね曲がりそうなんですけど、ちょっと怖い、カッチリしとるわ、あーこれいつのゴムラかわからんけどちょっと怖いわ、なんかねば、あーなんか怖い。でも100円ですからね、ありがとうございます。そしてこれもね100円でした。でこんな100円ばっかりの買って、なんでその2000円もいったんやろな、何が高かったんやろ、分からへんほら分からへん、何買ったんかね。はい、これは俺絶対持ってなかったと思う、黒いウルトラセブンね、あのウルトラマンの指人形集めてましたけど、黒のウルトラセブンは持ってなかったね。そして俺が好きなベリアル、ベリアルあったか、ちょっと待って後ろ、ベリアルあったかな、俺なんか嫌な予感がして、ベリアル買いましたっけこの前、もう100円ですからねもう100円だからいいです、ね。そしてじゃーん、二口女ね、妖怪シリーズ二口女200円。これ何がすごいかというと、後ろ見たら二口なんです、ほら口合うでしょ、二口女って知ってる、妖怪の前はね結構ね小綺麗なね女性なんですね、可愛らしいねセクシーな女の子なんですけどね、これほら小さくねおちょぼ口でね、おまんじゅう食べとるでしょ、おちょぼ口で、でもねあのこんなにねおちょぼ口でね上品に食べてんのに、この人が来るとねおまんじゅうがねもうね10人分20人分一気になくなるのよ。ほんで不思議に思ってふと見たら後ろの大きな口でバクバク食ってるっていう妖怪ですね、二口女ね、俺好きな妖怪ですよ、二口女は結構好きな妖怪。200円、はい次行きます。妖怪まだあったぞ、あったあった妖怪ね、こ
これね、もう30分喋ってるわ、これ。ね、何分の動画になるんでしょうね、合計。だから外配信で何分撮ってたかだよ。賞味の話。ね。賞味の話。これもう今30分撮ってるでしょ。で、外配信で2、30分かかってた。また1時間の動画ですわ。うわぁ、これ思ったより怖い。思ったより怖かった。おとろし。200円。こんな怖かったかな、おとろしって。おとろしで、鬼太郎で上からドーンと追ってく、え？それやったかな？おとろしか？おとろしじゃないか？いや、おとろしやろ。まあいいわ。おとろしでしょ、多分。そして、次買ったの。これ、どっちかが高かったんだよな。もうどれがどれか分からへんわ。これが300円か400円くらいしたかな。もう覚えてないわ。じゃーん。ゴモラ。これ入ってたら分からんね。もうお城ですもん。こういうことだよ。ね。ゴモラと大阪。大阪城やったっけ？で、ここは小さいウルトラマン。大阪城や。小さいウルトラマンもついてゴモラがあって。ね。これ。これいいでしょ？これいいでしょ？これ。ゴモラ好きだったらこれ押さえとかないと。ね。今までなんで持ってへんかったんやって言われたらそれまでなんですけど。ね。最近ゴモラ集めてるからね。これ300円か400円くらいしたよ。で、次に、これも300円か400円くらいしたような気がするなぁ。でもこれ俺持ってたかなぁ。またなんか不安になってきた。いや持ってない。ウルタの父と。ウルタ、これも300円か400円くらいしたと思う。ちょっと高めでしたね。ウルトラの父。やっぱりウルトラマンで一番かっこいいのってウルトラの父なんですよね。なんだかんだ言って。なんだかんだ言ってね。で、ここに、ね。太郎も持ってるから。ね。太郎も。はい、合ってる。シリーズ揃ってる。うわー、かっこいい！これは、いい組み合わせ。太郎と父。ね。父親と息子ですよ。ああ、これ、揃えてよかった。サイズ合ってんのかなこれ。サイズ合ってる？絶対違う。合ってへんわ、これ。なんとなくかっこいいって書いてね、ちょうどいいサイズとかね、同じシリーズっぽく並べちゃったけど、全然違う。頭身が違うもん、考えたら。太郎の方が大きない？いや、そらそうや。だってこれ、ルミナスシリーズでしょ、これ。ルミナスシリーズに対して、こっちのウルトラ父は、ね、ルミナスシリーズじゃないもん、だって。1972年って書いてあるもん。同じシリーズなわけがない。ね。でも、なんとなく、合ってる気がする。ね。まあ、サイズは違うけど。いいわ、これはこれで横ずに並べて飾っとこうと。いいよ、いいよ。多少サイズは違うけど。ね。息子が父より大きくなったってことです。ね。そして最後。ね、最後です。いや、最後じゃないな。これね、懐かしい。あー！取れてる！折れてるのか、もしかして。あー、取れてる。折れてるか、これ。いや、一応やろ。これさ、ほんと、ちょっと待って、これ。つくかな。折れてるかな。いけるか。いけるかこれ。いけんのか。おい、いけんのか。いけるか。折れてへんか。いった。よし、勝ちいったか。なんか微妙やな。よし、いった。
よし、行った。はい、火星人。これ高かったからね。300円か400円くらいしたよ。ね。まあ、高いかって言ったら、まあ、あれなんですけど、ね、こういったね、ショーケースで300円とか400円だったら結構、悩むからね。はい、火星人ですわ。見て、これ。これね、何が怖いかというと、これね、ゴムじゃないからね。PVC じゃなくて、これプラスチックっぽいんだよね。プラスチックっぽくてね、こんな細いからさ、ポッチリ行くんだよ、これ。ポッチリ行くの。下手したらさ。いや、でもこれ、カッチリ行ってるかな。怖いな。行ってる、行ってる。行ってるな。カッチリ行ってるな。よし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 。大丈夫。はい、これちょっと見て、これ。これいいでしょ。コレクトクラブの宇宙人似てるじゃん。これコレクトクラブかな。いや、コレクトクラブってこんな硬かったかな。コレクトクラブってもっとゴンゴムしかったような。これ何？海洋堂やから、やっぱりコレクトクラブなんかな。いやー、記憶にない。コレクトクラブっぽいけどね、デザインは。いや、でもこれいいわ。これいいよ、これ。いやいや、ほんとに。今日、これ、今日一じゃない？これ一番。いや、そんなことないけど。いや、でもこれは、懐かしいな。昔の好きだった火星人だな。これいいやんか。ね。だからやっぱりソフビとかフィギュアっていうのはね、やっぱり値段じゃないんだよね。なんか、やっぱりね、それね、400円とか500円でもね、やっぱりいいものってあるんだよな。これはなんかこう、デザインもいいし、ね、昔思い出す。ね、わあ、これ、これいいわ。ありがとう。ね、そしてこれで帰ろうと思ったところにこれ、ケース付きで500円だったんですよ。いや、もうこれでね、はい、ありがとうございましたって言って帰るところだったんですが、入り口で見つけてしまいまして、ケース込みで500円って書いてあったから、え？ケース込みと思って。買いますよね、それ。それは買いますよ。これケース込みって、このケースに、あ、もしかしたらこのケースにあの怪しいメイドさん、何個か並べられるんじゃないかな。開けよう。これは、いいですよ。古いケースですけど、ね、ケース入ってね、ただね、もうずっと置いてるからさ、もう見てこれどういうことかわかります？溶けるんですわ、ケースにね、長年ずっと置いてたら、まあ、足がついとるのです、足型がね。まあでもいいんですけど、500円なんで。ということはですよ、これね、ずーっとここに飾ってたんでしょうね、ゴジラを入れて。それをケースごと手放すっていう、なんかこの寂しさ。もういらんって思ったんかな？ね？で、中に入ってたのが、じゃーん。ゴジラの50って書いてある、50周年の起き上がり拳ですな、これ。ね？これ何の50周年？あ、まあそう、ゴジラの50周年なんでしょうけど。そして中に入ってたソフビとかです。ね。はい、じゃーん。まあ、ケースに入ってただけあって、状態は、いい。状態はすこぶる。いいです。綺麗です。メカゴジラ。うん。状態は悪くない。スペースゴジラ。これいつのやつ？そんな古くないかな？ 1994 年。ああ。から2003年。いや、でも、状態いいな。別にそんな古いもんではないんでしょうけど。でね、これスペースゴジラってさ、ここの塗装が用途剥げるんですわ。ここのクリスタルの部分が。やっぱりケースに入れてるから綺麗な状態ですね。うん。ありがとうございます。ね。はい。ああ、以上です。もうないわ。ね。
長い間ありがとうございました。ね、帰ってきてからこれ動画撮ってなんと40分も撮影させていただきまして、そして皆さんね、この40分もお付き合いいただいて、ね、まあでも40分じゃないんですけど、これ今から俺編集してね、外配信の様子撮ってあるから、合わせたらもう1時間オーバーしてるかもしれないけど、ね。はい、ありがとうございます。ということで、今日はね、半年ぶりくらいかな。京都に行って、ブラショということでね。まあ、行く前はね、まあ、本当に京都って、もう本当オタショップ全然なくて、もう何もないんじゃないかなと。買うもん何もないんじゃないかなと思ってましたけど、まあ、割と掘り出し物と言いますか、いろいろいいものありましたね。はい。ありがとうございます。でね、まあ、まだ次回京都行くことはあんまりないと思うんですけど、こういった京都でわざわざ買いに行くってことはね。まあ、近いって言われたら近いんですけど、ね。また半年後くらいにお会いしましょう。ということで、以上、ヨシキンでした。バイバーイ。オタクのエイヤ、チャンネル登録よろしくね。よし。よし、これでゴムラもいい感じかな。この飾り方何？本当にセンスっていうか、もう本当に飾る場所ないから、ゴムラちょうど上に乗ったな。